さあそれでは参りましょう。まずはこちらのオセビアです。シャーン。エレシュキガルの声を逆再生すると怖い。さあということで、こちらのオセビアは本当なのでしょうか。こちらが確認の VTR です。実際にご覧ください。確かにエレシュキガルの声を逆再生すると怖かった。さあやっていきましょう。今回はトーカネルガル使います。前回進化を使ったので今回はトーカを使っていきます。で、個人的にはこのネルガルというのは進化よりもトーカの方が評価が高いです。その理由として、進化ネルガルというのはライバルが多いんですよ。オルプネ、あとクイーナー、最近出たキャラでいうとアムロトールさんとかね、ほんと吸収スキルで優秀な S ゴマっていうのが、まあ、ここ数ヶ月でたくさん増えました。まあなんだったら今年の2月あたり、なんだっけ、3月か、3月あたりにオルプネが出た段階でね、本当吸収というのがやばいね、スキルだというのは、まあ、皆さん重々承知かなと思うんですけども、そんなになんかデッキに入れるかと言われると1枚2枚とかだと思うんですよ。役割が被るという点で進化ネルガルよりは投下の方が強いんじゃないかなと思います。この投下が召喚スキルなんですけども、魔の召喚スキルを持っているエソゴマっていうのが、まあ、代表的なところで言うとロスカとかクイルクエンとか、あとヨシノとかあるんですけど、ひっくり返した駒に召喚しないんですよ。例えばなんかそのブランジェッタとかアオネとかでもそうなんですけどね、あの次元スキルで元々ある自分の駒に召喚するタイプが多いんですが、このネルガルはひっくり返した駒にネガエレシュキガルを召喚するんです。つまり、まあ、今回このデッキにも入れてるんですけど、アシュナリータイプですね、うん、あの序盤から引いてとりあえず2枚返ししとけばもう仕事するみたいなね、非常に強いと思います。その性能もいいんですね、召喚するエレシュキガルのね。ということでちょっとここまであのオセビアの泉とか結構茶番が多かったりしたんですけどね、そろそろ性能見ていきたいと思います。このトーカネルガルはですね、スキルがひっくり返した駒にランダムで2つネガエレシュキガルを召喚で、コンボスキルがターン開始時の相手の 12% 分の HP の特殊ダメージを与えると、リッチのコンボスキルと同じですね。で、このネガエレシュキガルが強くて、ひっくり返された時に発動して通常攻撃ダメージと特殊ダメージの 70% を相手に返し、コンボスキルが相手の最大 HP の 6% 分の特殊ダメージを与える。 6% 分です。強いですね。例えばですよ、相手が神タンとかだと2万8000ぐらい HP ありますよね。2万8000からの 6% なんで、どれだ ?1680 ぐらい削れます。うん。コンボするだけで。しかも、場面に残っているだけでカウンターというね、スキルを持っているので、非常に強いと思います。で、今回なんですが、アズマリアリーダーでマラグリデッキ組んできました。なぜマラグリなのかと言いますと、その魔のささやきスキルですね、ナルガクルガとかマスティマとか、S で言うとこのネウが、マゴマが盤面にあればあるほどバフが上がっていくので、ネガエレシュキガルで、もうネガエレシュキガルでじゃなかった、ドーカネルガルを序盤に打って、でマゴマを増やしたところでささやきの上限を2倍で、そう、そのこのネウとかナルガクルガマスティマで2倍で殴っていく、かつ相手の HP の 6% を削っていこうというデッキですね。やっていきたいと思います。はい、大変よろしくお願いします。神ターン。ネルガルネルガルネルガルー、いらっしゃいませ。ネガエレシュキガルです。よし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 。音声認識してる。音声認識してるよ、母ちゃん。やっていこうか。まずはブランジェット。で、これどうしようかな。3手目、そうだな。2手目ソーディアン、C 打ちから3手目2体召喚もありだな。そうしよっか。オッケー。バイセキル、バイセ入れてんのか。1枚特殊枠入れてる的な、罠回収要因にもなりうる的な、そんな感じ。 OKOKOK。 まずはソーディアン、まあ、ちょっとソーディアンとカウンターのあの噛み合いが悪いみたいなところあるんですけど、まあいいんですよ。やっぱり自分の身も守らないといけないんでね、カウンターするにしても自分の HP が切れてしまっては意味がないので、まあまあいいんです、これで。うん、カウンターダメージを狙いに行くのであればデバフしない方がいいけど、デバフを持っているのであればデバフ打っちゃおう。 OKよし、これはもう。オッケー。マラグリタイムだぞ。マラグリタイム入るぞ。いいか、ネルガル。レッツゴー。しかもネルガル、結構アタック高いんだよ。はい、ガチャリとご会長。どうしますか。
これしんどそうだな、相手。これしんどそうだな。物徳会社だからな。あーっとっとー、あーっとっとーだな。おっと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 ーだな。おっとっとーだな。やるな。これは、E3 打ちたいかな。そこから盤面取りに行けるからな。E3 打とうか。E3 にクリハピ打って、まあ、特殊でこれ攻めて、うん。右上 X も考えたんですけど、左上 X に入られるうんぬんがちょっとややこしいんでね。まあ、ルキエとかあったから別に打ってよかったんですけど、一旦ここは B4 を打たせよ。カウンターダメージ入れさせてもらいますわよ。あー、まあまあまあ、ちょっとチキったな、チキったな。まあまあまあ、そうだな。俺もそうする。俺もそうするからね。で、これなんですけど、A5 に取りたいところだけど、左上 X 打たれるのが嫌なんで、まあ特殊ってもそんな火力出ないからな。これ一旦 A3 打ちます。 A5 にこれゴリ押しちょっと狙うとしたんですけどやめときます。で DD にコンボ強いコマ打たれても、まあエレシキガルが仕事してくれるんでなんとかなるでしょう。とはいえだな、ソーディア、あーソーディアね、まあまあまあ、とはいえこれ強いな、ドロメダがあんまり刺さってない感じがするな。なるほど、まあ、ドロメダ効いてるうちはね、打ちたくないので、ここは一回ルキア切りますかね。ライズゴールキア、よいしょ。言うてでも結構、うんうん、仕事してる仕事してる、よし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 。てかね、こいつはね、もう盤面に出てるだけで仕事するからね。ネウの2倍に近づいてくる。おっと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 、いただいたな、これは。この勝負もらったな。これはいただいたな。乱量のない紙タンなんてあれですよ。ポケットのないジーパンみたいなもんですよ。OK。ここは、ユエファ打って、ネウの2倍状態を作りのって感じかな。あ、ね、しかもここ1回カウンター打たない。相手、あれだな、カウンター挟むことになるかな。多分 A4、あ、A4 も打ちづらい、これ。俺だったら A4 打って左上、B3 とかっていう手があるんですけど、まあまあここカウンター入れるわな。オッケーオッケーオッケー。おっとっとっと。おい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 。なんだこれ。乱量と置きくるみの間にエスペランサが生まれたぞ。おい、隠し子か。とりあえずこれどうしようかな。いや、ちょっとこれファネル返してえな。返したらやばいな。なんで、一回 D5 逃げますかね。ほい。だこれちょっとエスペランサで、ちょっとほんとややこしいぞ。マジでややこしい。マジでややこしいぞ。だこれ、E6 打つのであれば D6 で詰めていけるから。まあ、ソーディアも効いてるし、相手ランないから、何度か勝てるかな。ライフまで攻めたいんですよ。で、これ、5分の3。いやー、ちょっと怖いな。おい、マジか。あ、でもそっちだったら。はいはい。あー、まあまあ、召喚するわな。あと一体召喚か。はい、マスティマー。なかなか仕留められない感じするけど。で、これ C1 入れないよな、相手。角打っちゃっていいかな。2倍出ねえけど。でも、それだと、マスティマーも一緒だし。角だな。角打ちまーす。で、これ B3 繋いできたら、あれなんですよ。5枚返しになるんでね。エスペランス絡むけど。まあ、いけるっしょ。いける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 。いけるいける。これもう B3 耐えるだけ。相手、ランないし、キムカム打ってるけど。おー、まあまあまあ、大丈夫だよ。ソーディンあるから。大丈夫、大丈夫、大丈夫。ここから負けることなんて、ありえませんから。ありえま、あれ、ね、絶対勝つから。おっと、それ耐えるぜ。オッケー。あぶねー、でもこれランされてなかったら負けてたじゃん。あぶねー。やっぱりファヌエルって、強すぎるな。オッケー。これがマラグリです。レッツマラグリ。よいしょ。なんやかんや、このアンヘルも仕事してくれましたね。対戦ありがとうございました。いやー、ラン連れてなかったら負けてた。言うてやばかった。はい、対戦よろしくお願いします。ウェイ、竜相手にエレシュキガルが役に立つかどうかだな。貫通されないことを祈るぜ。な、エレシュキガル。そもそも手駒に来てくれるか。ネルガール。オッケー。いいよ。ソーディアム引いてる。うわー、相手の手駒の癖がすごい。逆に言うと、手駒の癖がすごいということは、トップ引きで貫通を引く必要がある。つまり、問題ないですね。え、そいつ言ったら貫通されるじゃないですか。これルロリオよろしいな。いや、これ消されるのが関山であればもうちょっとソーディアンでちょっとでもデバフするか。もうこれしかなくね。で、間取ってくれたら2枚返しネルガル。
いきなりルルルディを来ると思わなかった。おっと、ランタイキル、右側2番目なんだこれ。ここのこのタイミングで打ちたくないっていうコブか。ランタイを切ってまで打ったと。いやでもこれとりあえずネルガルでここ返しますよ。愛称はい、会長、会長だけにご会長。これ D1 とか D1 フェリアとかやめろよ。まあこの HP フェリアないと思うんだよな、思うんだけども、まあ一応怖いんだよね。ラーニ、ラーニ、ラーニ、いや待てよ、はい、いらっしゃい。ちょっとこれさては貫通引いてないんじゃないか。こっち行ってみようぞ。もっと近くで見ていけよ。はい、ガルグでもって D1、 これ貫通しんどいんじゃない。貫通持ってないんでしょ。うちろうちろ、右下 X とか来るんじゃないの。うちろ貫通持ってないんだろ。知ってるぜ、全部わかってるぜ。ただ J、 D1 とか来たらもう一家の終わりなんだぜ。 OK、 貫通引いてない、いいよいしょ。まあこの返しもそれなりに入る。でそいつのコンボ先はエレシュギガルがいるだけでなく、ここからクリスマスピリキナータでさらに追い込むような感じ。追い込め追い込め追い込め、あららら、自らのそのバフにより、ね、貫通を引かなかった場合、ここで飛ばせない場合、負けることになるぜ。いいのかい。 OK、 悩んでるっつうことは貫通引いてないな。そうだろ、左側に豆から引いたけど OK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 。 この勝負はもらったら、いやつってまだ油断できないな。ここで飛ばせる、あ、いけるな。あ、そうか。寝る、あの、エレシキガルいるから2倍出るんだよ、これ。これが2倍ブームですね。3300の、オッケー。もらった。6300ぐらい出ます。勝ちです。はい、もらった。オッケー。6400か。計算下手だったね。オッケー。対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。ヨシノリーダーか。ヨシヨシヨシノと、戯れてやろうじゃないか。HP ちょっと高いな。お、ジュリス。お、いいね。これ、テラナから入って、吉野のアタック、そう、吉野のアタックをね、相当落としいの、これで 40% 減だから、このテラナは、だいたい900ぐらい、ん違うな。600ぐらい仕事してるんですよ。HP 的にね。これで相当削れるんでね。OK。吉野の火力が、なんか1600とかだったんでね。これで活躍してくれて、なかなかだけど、次のターンあれだな。ここにジュリス打ってからの、ネルガルとかだ。で、これもう盤面クラッシュしていきたいね。盤面をもうぶつとくカウンタークラッシュしていきたい。ぶつとくカウンターだったら、あれだな、モルフスリーダーとかしたら一番楽なんだけども、やっぱりネルガルでやってこそうでしょ。引かないけど、これはでも、もうユイハ打っちゃいます。ユイハレッツゴー。で、イーサーにブラジャで入るとかが割か必要そうですね。今のところですけど。さあ、どくるなるほど。なんか、吉野リーダーの神デッキみたいな感じか。ニュアンス的には。いらっしゃい。お、ネルガル。ちょ、待てよ。このネルガルは、3手先で使おう。一回 E3 これ受けよ。このコンボは。受けていい。おい。え、これ受けていいだろ。大丈夫、大丈夫、大丈夫。やばいの来ないから。これ 1.5 倍とかなるんですけどね。アイドルエンジェルナイト。問題ない、問題ない。おい！いや、でもそいつはあれだろ？特殊ダメージだろ？効かないぜ。聞くけど、まあ、聞くけど聞かないぜ。言うほど聞かないぜ。OK。これ、マスティマでいいか。はい、レッツゴー。マスティマ、レッツゴー。2倍、2倍。よいしょ。あれ、ネルガル出てなくても強いじゃないか、マラグリ。OK。これ、ネルから入ったら、A2 にエンデカとか打たれたくないんでね。あ、つっても、まあ、カウンターったからいいんですけど。カウンターったから全然いいんですけど。まあ、ちょっとネル取っときたいよ。やっぱり、フィニッシャーですから。OK。ここもカウンターしっかり入れの。まだまだ盤面クラッシュしていきますよ。レッツゴー、ネルガル。出番だ。はい、ご会長、会長だけにご会長っつってね。でこれで相手がどこ返しても、ね、エレシュキガル一体は干渉することになる。で B4 打つ場合、うおおおおい、せっかくのカウンターを全て回復される。やるじゃねえか。まあでもそう来ないとな、そう来ないと面白くない。いやまあそう来ないと面白くねえよ。よし、ここもあるかと軽く出しちゃいます。はい、レッツゴー。オッケーオッケー。 6% 分ってやっぱ強いね。この HP だと1800くらい削れるからね。素晴らしい。で、これ相手取れるところ少ないぜ。どうする？で、しかも、その一部は、エレシュキガルが、噛み合うぜ。噛んじゃうぜ。ガブリンチョしちゃうぜ。クドシン！いてー！いや、言うて大丈夫だろ。
え、待てよ、ハロビッグ黒し、通常ビッグもワンチャンあるな、これ。怖っ、怖い。でもルキアとかは怖いな、ちょっと。ルキアが一番怖い。ルキアが一番怖いんで、これネウ先に打ちますね。ルキア読みでネウ先に打って、ネルガルコンボのクリアピで飛ばせそうなんだね。で、ネルガル返す場合はカウンターダメージ入るから、普通にクリアピ2枚返しで勝てるでしょう。で、これビクトリアは耐えれるんで、あ、もろた。オッケーオッケー。で、プラスじゃ、プラスな、まじゃないから、これ3900もいかないと。オッケーオッケー、もろたもろたもろた。勝ち、まあ、せっかくなんでレシキガルをコンボしましょうか。レッツゴー。いいね、この位置のネルガル。先行後攻問わず、出せたら強い。それがネルガル。そしてエレシキガル。苦し、あースタンプ押せない、苦しい、すごく苦しいよ。はい、ということで今回いかがだったでしょうか。今回いろんなデッキと対戦したんですが、竜相手にも貫通引かれなかったら仕事してますし、やはり最大 HP の 6% 削るというのはですね、どのデッキ相手にも結構な火力を出してくれるのでいいかなと思います。うん、最後のヨシの相手でももう1700後半ぐらい削ってくれたので、腐りどころが少ないかなと思います。召喚スキルって終盤引いたら腐ってしまうんですが、こっちはカウンターを召喚するということなので、終盤でも、まあ、うまく使えば、あ、そこでコンボしようと思ったのにカウンターがあるから、それの、あの物理のカウンターで死んでしまうじゃないみたいなね、あの状況を相手に迫らせることもできたりするのでいいかなと思います。で、召喚スキルと相性のいいスキルっていうのがリンクスキルですね。なので、ベルゼブブとか、あとデュリジとか、ナルクレプスあたりとも、組んでみるのもいいかなと思います。使う場面があるとすれば、ヨシのリーダーに入れてもいいですし、私みたいにちょっと特殊な使い方、あのマナグリリーダーでね、あのマナグリリーダーというかマナグリデッキに入れてもいいですし、あとはまあベルゼリーダーで使ってもいいですしって感じで、結構就職先というか、うん、使い道はある駒だなと思います。ということで今回この辺で終わっていきたいと思います。トーカーネルガルでした。ではここまでご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。